お疲れ様です。BYD って言うとね、中国の電気自動車メーカーだったと思いますけども、今ね、小野崎さんの動画を見ると、b y d に試乗するとね、5000円クオカードがもらえるっていうふうに言われてたんで、ちょっと見てみたら、500円だったですね。これもしかしたら、地方だから500円なのかもしれませんし、5000円の時期があったんだけども、今500円になっちゃってるのかもしれないです。 まあでもこの長澤まさみさんのね、クオカードなんで、実質的には5万円分ぐらいの価値があるんではなかろうかと私は想像するんですが、いかがでしょうか。9月30日まで、こちらのエントリーフォームからエントリーして試乗会に行くと、500円分の長澤まさみさんのクオカードがもらえちゃうということで、昔はね、テレフォンカードがもらえるみたいなキャンペーンってあったと思いますけども、今はね、こうやってクオカードが全盛期ですね。うん。 で、この b y d の、うん、b y d って言っちゃいますね。どうしてもね。<laughs> BYD のね、えー、この電気自動車。まあ、どんな車なのか私もね、ちょっと興味を持ったことはなかったんですけども、まあ、これを機会に500円かでもね、500円だったらいらんねえな。長澤まさみさんも特にね、ファンでもないしな。まあ、ああの、動画概要欄に URL 載っけておきますので、そちらの方からお邪魔。 するのはいいんじゃないかろうかと思います。またですね、この元ネタになった小野田さんの動画もリンクつけておきますんで、そちらの方もどうぞご覧ください。それじゃあ。